オプス・クラビチェンバリ・スティクムは解放するシャプルジ・ソラブジによって作曲されたピアノ独奏曲である。この作品は1930年6月25日に完成した。4時間弱を要する演奏時間に加え、ピアノ奏者に要求する極端な演奏技術を特徴とする。ソラブジ本人の手によって作曲後間もなく初演されている。以前は、 最も演奏時間の長いピアノ曲としてギネスブックに掲載されたこともあったが、実際には484ページの思考と8時間の演奏時間を持つソラブジ公認の作品、公共的変奏曲や同等の演奏時間を誇るフレデリック・ジェフスキーの道など、さらに長大な作品が存在する。また、1980年代までは、 これまでに書かれた中で最も難しいピアノ曲であると認識されることも多く難易度と複雑性においては他のどの作品にも引けを取らないとされていたが現在では楽譜と音源の入手が容易となり挑戦するピアニストが増加しつつあるソラブジの創作の第1期の総決算とも第2期の助賞であるとも言われるがこれ以後ソラブジ作品の演奏時間は長大化かと 微小化の両面を兼ねる形で進行する。作品は、以下の12の部分より構成される。イントロイットプレリューディオからレフーガ、アイクアテュオールボサバスファンタジアフーガ、ツーデュープレックスインタールージウムプリムムカデンツァ、アイフーガタシアトリプレックスインタールージウムアルトレム、カデンツァ、ツーフーガクアドロプレックス、エイクアットロセジェディコーダストレタソラブジは、この巨大作品の完成にあたり、 友人の一人に次のような手紙を書いている。頭が割れそうに痛み、怒りにかかったかのように、文字通り全身がガタガタと震えつつ、この手紙を書いています。今日の昼過ぎにクラビチェンバリスティクムを書き終えました。決尾の4ページはこれまで私が書いたことのないほど、怒涛のごとく、激しいものです。火星は、小賛のように肌を刺し、大砲は、 神の水車のようにじりじりと弾きます。確かに終幕の4ページにおいては、それまで考えられることのなかった極端に演奏困難なパッセージが、雨あられと降り注いで聞き手を圧倒し、疑似クラスター音響で集結する。この部分の演奏は通常テンポを落として、演奏可能な範囲で処理することが多い。空ブジは、音量で制する演奏を好まなかったにもかかわらず、 楽譜には大量のアクセント記号と合音を指定する FFFFF FF の指示も稀ではない。ポストスクラービン的な火星からの脱却を目指して、オクターブに支えられた音階が前後域を暴れ回る。第二感想のパッサカリアの部分では、火星イディオムが成長する過程を堪能することができる。オプスクラビチェンバリスティクムが実際に公開演奏されることは、作曲者の出した。 通達のため幻覚に禁じられた。1930年に、ソラブジ本人の手によって初演されたが、その次の公開演奏は1982年に、オーストラリア出身のジェフリー・ダグラス・マッチが行った、計5回の演奏会まで待たなければならない。ジョン・オグドンは1950年代後半に、ソラブジの前で全曲を私的に演奏したが、ソラブジ本人からの OK が得られなかった。 マッチも1960年に私的に演奏を試みたものの、当時は公開演奏は作曲者の手で全て禁じられていた。結局、ソラブジ本人が折れて、両者の公開演奏が実現し、録音はマッチとジョン・オグドンによる2種が存在する。マッチの演奏には、ソラブジは大変喜んでいたようでその旨の所感も残されているが、オグドンについてはコメントがない。 マッチの CD の発売後ベルリンビエンナーレのプロデューサーの目に留まり、ぜひ、ベルリン初演をという要望に応えた形で2002年にベルリン初演が実現した。ヨハンゼバスティアン・バッハを敬愛し続けたソラブジの意思にも応え、その時にはマッチは、バッハの平均率クラビーや曲終量巻の全曲演奏も行った。2003年には、ジョナサン・パウエルがこの作品で演奏ツアーを行い、 ジャン・ジャック・シュミットが、ビエンナーレベルン03で一部を演奏し、中村和江も、六甲のテアトルラモーで、抜粋演奏を行った。ターンファンデワレの全曲演奏も話題となった。ジョン・キャリーは、ヤマハのディスクロービルで全曲を演奏させるプロジェクトを進行中である。出版楽譜のエラー表は作られているが、これ以外にもエラーが存在するという説がある。 自筆譜からもう一回聖書譜を起こさなければ、ならないのではという見方が有力である。作曲者は23部しか初版を印刷しなかった。現在ではそのうちの数部が完全な形で現存し、作曲者自身のエラー構成の痕跡が見られる。この点、楽譜の間違いや矛盾を間違いと認めなかったチャールズ、アイブズと対照的である。現行の出版譜はこの痕跡が見られるもののコピーに、 夜、エリック・チズムへの手紙。ミスター・ミザリー・ガッツ・ザ・ガーディアン、セプテンバー12-2003。原文は、ウィズ・エイ、ラッキング、ヘッド・ドリタラリー・マイ・ホール・ボディ・シェイキング・アズ・ウィズ、アグ・エアイ・ライト・ディス・テル・ユー、アイ・ハブ・ジャスト・ディス・アフタヌーン・アーリー・フィニッシュド、クラビ・ケンブリス・ティカム、ザ・クロージング・ヨン・ページーズ・アレ・ソー・キャタクリズミック・ カタストロフィックアズエニシングアイブエバーダン、ザハーモニーバイツライクナイトリックアシュト、ザカウンターポイントグラインズライクザミルズオブゴッド、神の水車は、ザミルズオブゴッド、グラインドスローリー、イエットゼグラインドエクシーディングスモールのことわざを、踏まえる。ありがとうございます。